こんばんは、無法です、ちょうど今は2月の第一セッションが終わったところです。1日から5日までは、毎月、セッションといって朝の4時から晩の9時まで座り続けてます。で5日の、3時に終わって、5日ぶりにみんなでお風呂に入ります。ちょうど今、お風呂入って5日ぶりに頭剃ったところです。例年ですと、ちょうどこの時期が一番雪が多い時期です。今から、3年前ちょうど次男の泉が生まれた時に、この部屋から外が見れないほど、もう鎌倉、状態になるぐらいに雪が積もってたんですね。ですけれども、今年は、やはり積もってますけれども、1メーターちょっとぐらいですかね。お正月とそれほど変わってないんですね。ですから今年は割と雪が少ない年です。まあ郵便屋が来たり来客が、来れるのは、3月の彼岸の後からですね。それまではまだしばらくじっくりとダマパダの、リンクをして、それから今年の、今月の25日に、エコさんの発戦地域があります。今はそれに備えて、みんなで練習に励んでます。大きな声で問答を、交わして、主訴がみんなの疑問に答えなければいけないんです。3月の15日までは、各自のレポート50ページを提出してもらいます。おのおのが、今朝の作り方ですとか、消防現像の、宇治の巻ですとか、みんなそれぞれ、勉強課題がありますので、それについて、3月15日までレポートを書きます。それが終わると今度は、雪が解けるまで宅発に出かける予定です。で3月26日に再び参禅の期間が始まって、田畑の耕運、などまた山に入って木を切ったり、そういう作業が再び開催されます。それまではまだしばらく、6週間ほど時間がありますので、その間は、じっくりと本に向かって、また壁に向かって座禅に励んでおります。